田口先生、よろしくお願いします。はい、わかりました。提言の概要とですね、総理からのご発言を教えてください。はい、わかりました。本日は公明党の、デジタル社会推進本部、またそのもとに設置しましたデジタル庁設置推進ワーキングチーム、これは浜村さんが座長で、本部の方は私が本部長、そして平木さんが事務局長でございます。でデジタル庁設置に向けての提言を総理にお届けいたしました。ポイントを申し上げます。まず我が党はデジタル庁設置の一つ大きな意義といたしまして、豊かな国民生活と誰一人取り残さない社会の実現のためにというこの副タイトルをつけさせていただきました。かねてより我が党は IT 政策の司令塔の必要性を訴えてきたわけですが、今回ワーキングチームを設置いたしまして、ヒアリングを重ねながら議論をしてまいりました。そこで先ほど申し上げたような視点が重要だという結論に至ったわけでございます。具体的にはまず目的につきましては、デジタルによる恩恵を国民が実感することができ、データの利活用をもって国民の最大幸福を実現するための不断の努力を行うための司令塔となるのがデジタル庁であると。でまた行政の誤謬を恐れず、社会や技術の進化のスピードに応じた迅速な施策、いわゆるアジャイルガバナンスの実行部隊として官民における好循環を創出をすることという、こういう形で、当然民間の IT ベンダーの業務の在り方をも変革してイノベーションを生み出す部隊となるよう促進することを要請をいたしました。で組織につきましては常設とすること、例えば誰一人取り残さないよう情報アクセシビリティの確保を実現するための UI、UX の向上を目的とした専門部署を置く、また内部監査機能を持つ部署を設置をする、そしてまた必要な人材もプロジェクトに合わせて組み合わせることができるような組織運営を可能とすること、当然のことながら個人情報保護委員会の権限体制強化も盛り込んでおります。また人につきましては行政組織から改革意欲にあふれる人材を結集をしていく、当然各省庁から意欲ある人の手上げによる転入を促す、また合わせてプロパラ職員の採用を開始する、また地方公務員も含めましてローテーションメンバーも含めて混成を前提としてほしいと。またデジタル庁の職員の採用におきましても、技官として情報技術の採用枠、デジタル総合職といったものを新設をしてもらいたい。その際は定数を順増をする。また職能に応じた人材を確保してデジタル行政の内製化を目標としていく。当然のことながら、官民に合わせて兼任また副業必要であると思っております。官民における人材のリボルディングドアの実現を図る。また権限におきましては、やはり復興庁の各省大臣に対する勧告権限同等の権限を保有するものとしていただきたいと思っております。また各省における一定規模以上の IT 調達につきましては、その調達がデジタル庁のデジタルポリシーに従ったものであるかどうかを評価をしまして、予算化する段階、執行する段階、それぞれの段階で承認を与えていくことにしたいと思っております。またデジタル庁は各自治体の業務システムの標準化も主導をしていく、自治体が共通して利用できるようなシステムを提供していく、また予算も IT 予算を一括計上してすることを要望いたしました。でいわゆる、予算につきましては、これから新しい組織でありまして、さまざまなルールの整備、実証事業等が必要ですので、総理にはデジタル社会形成費といったようなその大枠の予算をどさっと与えていただきたいという要望をいたしました。あとセキュリティであるとか、また情報アクセシビリティの確保、先ほど申し上げたとおりでございます。こうしたことを要望いたしまして、あと実現される具体像ということで書かせていただいておりますが、地方自治体の情報化、やはり政府から統一の地方自治体システムを業務パッケージとして提供していく、そこに加えて上乗せ横出しができるようにしていく、また今公共入札で中小ベンチャー地方のシステム開発会社参入しにくいという声もいただいております。ここに非常に大きな力潜在力がありますので、この方たちの活用であるとか、またマイナポータ
マイナポータルのフル活用であるとか、そしてまた、先般もうちの、山口代表が提案を、いたしましたが、スマートシティの先進モデルとして福島県を位置づけるとか、まあ、こうしたことを提案をさせていただきました。そして総理からは、やはり予算は一括計上していくと、でこれは全部集めて今各省それぞれ分かれているけれども、これをまとめていきますと、一括計上しますと。でまあ、その上で、まあ、こういう流れがうまくいけば、その流れがきちんと出来上がっていくというお話がありまして、でこれがうまくいかない場合は私が対応しますという、そうしたお話がございました。以上です。各社お願いします。すみません、NHK もだと申します。今の総理のお言葉なんですけれども、はい、予算のお話の上で全体に対しても、はい、まあ、前向きに検討という、そういった趣旨の発言があったんでしょうか。おそらく、まあ、総理はもうずっとご全部こうご覧になって、まあ、ほぼ、まあ、そこに何か違和感を持たれたというものではなかったと思っております。承知しましたという、そういう意味合いで、そのことをおっしゃってました。非常に雰囲気は和やかで、福島のお話をされた時にはもう笑っていらっしゃいましたので、という状況でございました。重ねてなんですけども、はい、その福島のところで、あくまでそのいわゆる、まあ、モデル 地域、はい、トップとしてというニュアンスだと思うんですけど、山口代表先般は まあ、ある意味こう、まあ、ワンオブゼムでそこにこう拠点を構えたらどうだというニュアンスに聞こえたんですが、そこはいわゆるデジタル庁を福島に置くことも念頭に特区を設けるべきだという今回ニュアンスなんです。ですね、まあ、それは将来的にはあるかもしれませんが、今これだけ各省を束ねて、また地方自治体とやり取りしながら、おそらくこれから激しいやり取りが予想されます。それで最初からデジタル庁を福島に持っていけるかというと、まあ、なかなか現実的では今の段階ではないというふうに思っております。まずしっかりここでデジタル庁の基盤を整えて、そしてその先にどうしていくか。ただやはり地方の活性化、地方創生という観点からは、会津若松が行っているようなした取り組みは非常に重要な取り組みでありますので、これは同時並行で行っていくためには、やはり福島にいきなりデジタル庁といったことではむしろなくですね、段階としては先進モデルとしてしっかりと位置づけるということが重要ではないかというふうに私たちは整理をしております。代表もそうした趣旨も含めてデジタル庁の設置にあたって福島県を重要視したいと、地方活性化の観点から、こうしたモデルを全国に広げていくべきではないかという、その意図は同じであるというふうに思っております。北海道新聞の鈴木と申します。総理の発言についてだったんですけれど、まず予算の一括計上というのはもう来年度予算からという流れでしたでしょうか。それからあと今後の流れについてですね、総理から何かもう少し具体的なお話ありましたらお願いします。スケジュールについては今日は特にはお話はございません。でこの後の平井大臣にも要請を提言をお持ちいたしますので、そうしたスケジュールを大臣が来年どういうふうにお考えか、おそらく、来年デジタル庁設置の法案をお出しになるという段階ですので、そこでよく伺っておきたいと思っております。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。